それ昨日に引き続きまして、潜在教育の皆さんと一緒に話していきたいと思います。最初には、日本語の、テキストから、読んでいきます。岩波文庫版の、29ページ、昨日の続きで、同年7月のところからです。同年7月、三蔵天堂に呵責する。時にかの天蔵来、来たって召喚して曰く。戒義令に天蔵退き、剛に乖離さらんとする。たまたま貧泥の老子、懲りにありと徳を聞く。甘ぞ来たって召喚せざらんやと。三蔵杞憂感激、他を接して、切多するのついで。前日、隔離にありし、文殊弁道の因縁を接してする。天髄学。文殊を学ぶ者は、文殊の功を知らんとなす。弁道を務める者は、弁道の功を受けがわんとよく。三蔵仮に問う。いかにやらんか、これ文字。蔵曰く。一、二、三、四、五。また問う。いかにやらんか、これ弁道。蔵曰く。偏外かつて隠さず。その世の切多多半ありといえども、今知れさざるところぬ。三蔵いささか文字を知り、弁道を了ずることは、すなわちかの天座の概要なり。高麗一段の儀、先思前行に切示するに、こう甚だ随喜するのに。とりあえずここまでにしたいと思います。So, English translation. In the 17th month of the same year, I rested my monk's staff at Tian Tung Monastery. At that time, this Tenzu came to visit me. And said, after the summer practice period was over, I retired, and I am returning to my home village. I happened to learn at my monastery that you were here. How could I not come to see you? I was deeply touched and overjoyed to welcome him. And during our conversation, I brought up the issues that we had mentioned before. On the ship concerning words and phrases, and wholehearted engagement of the way. The Tenzu said, people who study words and phrases should know the significance of words and phrases. People dedicated to wholehearted practice need to affirm the significance of engaging the way. I asked, what are the words and phrases? The Tenzu said, 1, 2, 3, 4, 5. Also, I asked, what is wholeheartedly engaging the way? The Tenzu said, in the whole world, it is never hidden. Although we discussed many topics, I will not record the rest now. For whatever bit I know about words and phrases, or slightly understand about wholeheartedly engaging the way, I am grateful to that Tenzu's kindness. I recounted these conversations to my late teacher Myozen. He was delighted to hear about it. Later, I saw a verse. ここまでですね。では、ちょっと簡単に訳しながらお話をしたいと思います。同年7月、三蔵天堂に呵責する。同じ年の7月に、道元禅師、三蔵というのは道元禅師のこと、自分は卑下して三蔵と言ってますけども、道元禅師は天道さんの、修行道場に入った時に、かの天蔵、来たって召喚して曰く。戒義令に、天道退き、剛に乖離さらんとする。老天蔵が来て、道元禅師に会って言いました。夏の、修行期間が終わったので、天山職から退いて、ふるさとに帰ろうとしたところ、
おたまたま貧乏の老子、懲りにありと、徳を聞く、遺憾ぞきたって、正見せざらないと。お兄弟弟子から、自分の兄弟弟子から、あなたがここに滞在していると聞きました。どうしてあなたに会わないで、まあ、ふるさとに帰ることがありましょうかと。三蔵奇遇感激、道元はとても、感激して、たわせして切磋するついで、前日薄利なりしもり弁当の因縁を実質する。大変感激して天蔵を接待しました。話をするついでに、先立って、船の中で、話した、まあ、文字と、弁当の問答について、また彼に老天蔵に尋ねました。で天蔵曰く、天蔵が言うには、文字を学ぶ者は文字の功を、知らんとです。文字を、学ぶ者は文字の何たるかということを、知ろうとするものである。弁当を務める者は弁当の功を受けがわんと言います。修行に努力する人は、修行の何たるかということを理解しようとしなくてはいけない。三蔵かりんと道元が、道元禅師が天蔵にまた尋ねました。いかにやらんかこれ文字、文字とは何ですか。天蔵曰く1、2、3、4、5。また道元が、尋ねました。弁道修行とは何ですか。天蔵曰く変界、かつて隠さず、なんか全世界に隠されたことがなく、そのまま現れている。その他、いろんなことを話してましたけれども、今ここには、書きませんと。今知るさざるところがある。三蔵いささか文字を知り、弁道を要ずることは、すなわちかの天蔵の対応なり。道元禅師が、私が、まあ、少しでも文字を知り、修行ということをまあ一応分かっているのは、あの天蔵の壁なんです。で高麗一段の字、千字全校に設立する、こう甚だ、随記するの、この、ようなことを私の前の先生である、明禅校というのは明禅という、ですね、明禅に、話したところ、明禅さんは、ただ、喜ぶ、とても喜んで、まあ、これが、昨日以降さんが話された、段の船の中で天蔵と、道元が話していたところから、まあ、2ヶ月後ですね。それから道元禅師は、天道山の慶徳寺という お寺に入ります。でも天道山というと、あの道元禅師のお師匠さんの如定のお寺だというふうに有名ですけれども、この時は如定はまだ天道さんの慶徳寺に来ていなくてですね、別の人です、この時の住職は。で、まあ、天道教訓にも書いてありませんけれども、道元禅師が初めて、外国のお寺に入って、とてもその一番びっくりしたことが、お寺に入ると、まあ、どこでも順番が決まりますけれども、まあ、外国から来た人は、その当時の道元さんが、道元禅師が中国のお寺に行った時は、外国から来たお坊さんは、みんなお坊さん見習いの下になっちゃうんです。普通はまあ出家した順番に入るものなんですけれども、その頃の中国では、外国から来たお坊さんたちは小僧より末席に、まあ、座っていたらしい。だから、まあ僧堂の中に座ることはできないで、あの僧堂の縁側に座らせられることになっちゃうんですね。で道元禅師はこれはおかしいと思って、でその時の中国の政府にこのことに抗議する文書を書いて、宗教を管理する大臣に怒っちゃうんですね。でそれで、まあ、なんと道元禅師の主張が認められて、中国の主要なお寺に改善命令が下ります。まあ、道元という日本から来たお坊さんがこういう抗議をしたから、まあこちら政府としても、この人に反論する理由が見つからない、でこれを認めますと。で外国から来たお坊さんも、まあ、特度した、順番通りに、扱ってくださいと。でそういうお触れが中国の全土の寺に全部、回るんですね。だからもうこの天蔵もそのことを人から聞いてたんと思いますね。
でも結構のこの頃から、道元禅師は結構中国では有名人だったようです。でもおそらく、この天狗が聞いたのは、日本みたいに小さい国から来た、いきなりその政府に抗議したあいつかみたいな感じだと思いますね。で、道元ね、あいつかみたいな感じだと思います、おそらく。いや、彼なら今天道山に、いるらしいよと。で、その井上天狗が、で、それを聞いて、会いに来たところです。天道教訓とは関係ないエピソードをお話ししましたけれども、こういう強妥協しない強さというのはすごいと思うんですね。で、この後天道山を出た後も、あちこち有名な禅マスターに参禅したけれども、これぞという人に出会えなくて、もう日本に帰ろうというところもすごいですよね。全く妥協しないんですからね。でも日本に帰っても、今の中国禅は全然ダメだねと言ったって聞く耳持つ人いないでしょうし、ただ道元禅師はそういうことを全然考えない人だったらしいです。で、私の想像をずっと話してますけども、道元禅師はそういうこと、道元禅師を、老天図は、非常に若いけども、骨のあるやつというふうに見てたじゃないでしょうか。この天蔵は60歳で、道元禅師は23歳ですね。非常に今、この時道元禅師は若いわけです。で、ここで再び、文殊と弁道のことが、出てきます。で、道元禅師は昨日、恵子さんが、話したパートにもありましたように、2ヶ月前に船の中で天蔵に、なんであんたは60歳のおじいちゃんなのに食事の準備なんていう雑事で時間を潰してるんですかと。もっとも本読んだり座禅したりする方が有意義ではないかと。天狗にはっきり言ったところ、あなたは文殊も修行も知らないようだと笑われちゃった。で、そのことが道元禅師の心の中にずっとあったんでしょうね。で、それで今回会った時に早速、道元禅師がその話を、司会します。で、天狗が言う、老天狗が言うには、文殊を学ぶということは、文殊の何たるかを、知るため、修行に努力するということは、修行の何たるかを理解しようとするものですと、老天狗が言ってます。ここで文殊の子って書いてありますね。子、弁道の子を知らなくちゃいけない、子っていう漢字が分かりにくいですけども、英語では significance と訳してますね。ここでは単なる意味というわけじゃなくて、もっと深い意味、秘訣のような、ことだと、思います。団体時でも冬の期間、勉強にみんな時間をとって、非常に恵まれた環境にありますけれども、道元禅師も、外国人としてお寺に入ってからは仕事をやる立場じゃなかったと思います。でもっぱら、座禅とかを、語録を読んで勉強をされていたらしいですけれども、ちょうどその頃、天道山の慶徳寺にいた頃の道元禅師のエピソードが、もう一つありまして、ちょっとまたエピソード続きで恐縮ですけども、紹介したいです。で、ある時、道元禅師が、慶徳寺の、読書ルームで語録を読んでいた時に、一人の、中国人僧がやってきて、あんた何をしてるんですか？道元禅師は、本を読んでいます。中国人僧はさらに、消えてきます。何のために本を読んでるんですか？道元禅師は、自分の修行に役に立てるために読んでいます。中国人僧はさらに、何のために役に立てるんですか？道元禅師は、日本に帰ってからも他の人を教える上で役に立つからやってます。で、中国人の坊さんはさらに、何のためにやってるんですか、それは。で、こういうやり取りが何回も繰り返されて、中国人の坊さんが言うには、道元さん、結局のところ何のためにやってるんですか。で、道元禅師はそれ以上答えることができなくて、黙ってしまう。で、道元禅師が、後に言うところによると、それ以来思うところがあって、語録の
本を読む勉強全部やめちゃったという、そういうエピソードが伝わってます。で、安泰寺でも今我々もっぱら勉強に精がしてますけども、毎日のようにこうして輪行もあって、輪行が終わったら、レポートの提出もある。これが、何のためですかって言われたら、これどう答えますかね。私、安泰寺の初めての冬でレポートの提出について説明を受けたときに、その説明してくれた人が言うんですね。書いたレポートは、大抵誰も読まないって言われたんですね。で、私その時に思ったのは、それじゃあその何のためにレポートを書くんですか？その時に返ってきた返事が、確か関さんだったと思いますけども、それはね、神田さん、自分のためなんですよっていうふうに言われたんですね。で、それで、なるほど、自分のためと、自分の勉強するためと。で、やっぱりその中国人の、今さっきお話しした中国人のおばさんだったら、やっぱりその、何のための自分なんですかって聞いてくると思うんですね。最後にやっぱり、道元禅師のように、黙らざるを得ないというか、結局は今、天道教訓読んでますけども、本を閉じて、実際の仕事に、取り掛かるしかないですね。で、実際に私、天道当番ですけども、天道で動いているときは、天道教訓のことも、ほとんど思い出すこともないですね。でも私はそれで、いいと思っています。で、キッチンに天道教訓を一冊持ち込んで、暇なときに天道教訓を出して読みながら、なるほどとか言って考えているのは、これちょっと違うと思いますね。天道教訓の本の文字と実際の天道の現場と2つ別々にあるわけではなくて、実際に天道で忙しく働いている時が本当に天道教訓の文字を読んでいる時だと思います。で、これが老天祖の言う、この功を知る、シグニフィカンスを知るということだと思いたいです。道元禅師は本を読むのをやめてしまいましたけれども、文字は何も本の中にあるだけのものじゃないんですね。で、文字は何かと問われて、この老天図は答えるには、1、2、3、4、5と。それは、文字じゃなくて数字ですよと言いたくなりますけれども、この1、2、3、4、5というのは、禅でよく使われる言葉で、これ単に5つということではなくて、無限に限りなくたくさんっていう、そういう意味合いです。今この広間にも、たくさん、物がありますね。ストーブとか、私の目の前にもストーブ、煙突、やかん、机、座っている一人一人の皆さん、あと私とたくさんありますけども、これも全部、文字ですね。今私が話している、この文字、言葉の特徴は、一言で言うと、物事を分けるというか、切り分けるということだと思います。例えば私が今、この包丁で大根を、切るというと、私と大根と包丁で切るというのは、ちゃんと分かるんですよ。当たり前の話ですけども。で、私と、包丁で切るってやつと、大根と、きちんと文字というのは分かれるようになっています。で、それで、文字、言葉っていう、フィルターを通すと、物事がこういうふうに切れて、分かれて見えてくる。無限に1、2、3、4、5と分かれて現れてくる。言葉で言えばエスキモの、言葉といえばエスキモって言いますね。カナダの雪のたくさんのところに住んでいるエスキモの人たちは、雪を表す言葉を50個ぐらい持っているらしいんです。日本語で雪を表す言葉はそんなに多くないですね。あっても使えないし、そんなに雪細かく
区別できないですから、まあ、せいぜいまあ粉雪とかみぞれとかそういうまあ2つ3つぐらいでしょうね。でもエスキモーの人たちは雪を表す50くらいの言葉がないとだいぶ不便に思うらしいです。彼らは、ね、年中ずっと雪に囲まれてますから、雪がいろんな種類に分かれて見えてる。まあ、同じように天井に入っても天井の文字っていうのが、まあ、あると思うんですね。まあ、天井に入ったばっかりの頃は天井の仕事は、まあ、何ですかって言われたら、まあ、朝昼晩作ってブレーカーの準備をして、まあ、お風呂の、準備っていうふうに見える。でまさにも1、2、3、4、5で、まあ、5つぐらいの仕事しかないように、見えますけれども、ちょっとすいませんね。こういうふうに。私も最初は天津で味噌汁作るときは、最初味噌汁作るのはまあ非常に簡単なことだと思ってました。まあ、一つには味噌汁を入れる野菜の、具を刻んで、二つにはだしを入れてお湯で煮て、三つには味噌で溶いて、で出来上がると。1、2、3でできちゃう。でところが実際にその天津でやってみるとですね、それほど簡単ではなくて、第一、その味噌汁に入れるにその適当な野菜がないことがあります。で、まあ、仮にかぼちや大根が手に入ったとしても、切り方が、あります。まあ、大根を大きく切るとなかなか煮れないし、あとかぼちゃあんまり細かく切ると溶けてなくなってしまう。で、味噌を溶かしても溶かした後で沸騰させてしまうと、お味噌の香りが全部飛んじゃいますから、まあ、そうするともう味噌をいつ溶くかっていう、そういうことも考えなくちゃいけないし、で、まあ、この寒い季節、まあ、冷えた味噌汁なんか飲みとかじゃないですから、やはりみんなが食べるときには熱々の味噌汁でないともういけない。まあ、いつ味噌を溶くかっていうことも考えなくちゃいけない。で、慣れてくると、味噌汁を作るプロセスもですね、1、2、3、4、5どころか、7、8、9、10、11、12と、もういくらでも分かれてくると思うんですね。で、私はこれを天井の文字と言ってもいいと思います。まあ、私はミカエルさんと一緒に天井に入ってますけども、味噌汁の作り方を説明するときに、じゃあミカエルさん味噌汁作ってくださいと。それじゃあ最初にお湯に味噌を溶いてくださいと言いますと、ミカエルさんは非常に不思議そうな顔で、味噌を溶くって何ですかって聞かれたんですね。で、それで、まあ、味噌を溶くというのは、まあ、こうしてああしてと説明すると、ミカエルさん分かってくれますけども、私がまあ分かったことは、味噌を溶くっていう一つの行為すらも1、2、3、4、5と分かれている。今なるほど、私は普段完全に無意識にやってますけども、こうやって普段私味噌を溶いているんだなと思いました。で、非常にまあ要領の悪いやり方をしてるんですね。1、2、3、4、5で味噌を溶く段取りのうち、まあ、3とか4はこれ無駄だなと。1、2、5で、できる。で、それで少しはマシなやり方になりましたけども、私が思うには、その天井の仕事が上手な人というのは、エスキモーの人が雪をこう何種類何十種類もこう識別できるように、天井の仕事を細かく分けてみることができる人なんだろうと。こう思うんですね。まあ、天図の文字をたくさん知ってるわけです。で、1、2、3、4、5というのはまあ無限ということなんだから、天図の文字もまあ無限にある。前に功徳という海の中の一滴も他の人に譲るなと、道元禅師の言葉がありましたけども、その一滴、二滴、三滴、四滴、五滴をまあすくい取ることができなかったら、まあ、ただでかい水たまりがあるというだけで、天井になったら、天井の文字の何たらかを知らなくちゃいけないと、思います。で、次に、道元禅師は、道天井に、
伝道、修行とは何ですかと天狗に、尋ねます。で天狗の答えというのは、修行とは何であるか、天狗の答えは、変界隠さず全世界に隠されたことがなくそのまま、現れている。道元禅師は、自分が文字伝道という修行ということをちょっとでも分かっているのはこの天狗のおかげだと、書いてありますから、この答えに非常にその納得するところがあったらしいですね。で、まあ、考えてみるとそれも、そのはずで、道元禅師がそもそも中国にまで来た、理由は、修行本来仏なりで、そのままもうそのまま修行もしないで仏であるから、なんでその上にさらに修行が必要なんですかと、まあ、そういう、まあ、この恵子さんも言ったと思いますけども、いわゆるその修と正ということの、字が下手で申し訳ないですけども。修行と悟りです。悟りって言うのかな、章の、問題が、疑問があって、それでわざわざ今ここの中国に、わざわざ来たわけですね。でそれで、まあ、その疑問を解くヒントを、まあ、最初に出会った天狗が言っちゃうんですね。変界、隠さず全世界に隠されたことがなくて、そのまま現れているというのは、これはもうこの世界ですね、この悟りの、この性の世界に現れている。で、まあ、これだけだったらよく言われていることで、何も道元禅師が驚くようなことじゃないと思いますけども、その、伝道、修行とは何ですかと言われて、修行とは何ですかと言われて、変界隠さずという答えが、つまり、修行とは変界隠さず、つまり性であると。要するに修行というのは、この性の世界を表し続けることなんですと。でそういうことを、まあ、他ならぬ天狗が言ったということが、道元禅師にとってすごくもうショックだったと思うんですね。でこの時道元禅師が持っていた修行のイメージは、その昔のその禅マスターたちのテキストを勉強して座禅に励んで、将来悟るという非常にオーソドックスなものだったと思います。この修と性はもう完全に分からないんですね、その頃の道元禅師にとって。でテキストを勉強して、座禅してその結果悟りを得ると、そういうふうに、まあ、道元禅師はこの頃まだ24歳の道元禅師、そういうふうに思っていたと、思います。でこの修と性のこのこういう、修行のイメージには、台所仕事というのはどう見ても、場所が、ないですね。これはせいぜい台所仕事というと、在家の人が下働きでやるくらいの、そういう感じのイメージだと思います。ところが、その道元禅師の一番大きな疑問に、まともに答えたのは、勉強が得意な座禅に頑張っているお坊さんではなくて、台所仕事に忙しい椎茸を買いに来ていたおじいちゃんだったというのが、道元禅師にとって一番衝撃だったんじゃないかと私も思っています。道元禅師が中国で出会った禅坊さんで褒めているのはこの天狗と自分の先生である如浄禅師ぐらいですから、この天狗との出会いというのがすごいいかに大切だったか、これはすごく分かりますね。で安泰寺でも新しい三禅師が最初に出会うのが大体天狗であるというのは考えてみたらすごく面白いと思います。まあ、普通の寺だったら玄関に入って、あそこは今アンテナ玄関ですけれども、板がありますね。板を叩いて、で鹿の人が出てくるんでしょうけれども、安泰寺では大抵三禅者が最初に入るのが、よりによって天狗ですね。私は最初安泰寺に乗山した時のこと今でもよく覚えてますけれども、外食堂から帰って、
確かもエコーさんがおられて、それで天道を抜けて入ってきました。でその時天道さんが蒲田あたりでバタバタと忙しそうに、してたのを覚えてますけども、私の印象はまあこれはえらいところに来ちゃったなっていう、まあ、そういう感じでしたね。で、まあ、実際その安泰寺では天道を通らずに安泰寺の中に入るという三千将って、いないんじゃないでしょうかね。みんな天道を抜けて安泰寺の中に、まあ、入っていく、まあ、三千将だけではなくて、まあ、時々宅配便や郵便局の人も天道にやってきます。どういうわけか一番忙しい来てほしくない時にやってきますね。揚げ物やってる最中に来るとか、でその時に非常にその天道で上手な人がですね、パッとその自分のことを何やってても手放してさっとこう動くんですね。お疲れ様ですっていうふうに、あれは非常にまあ見事なもんですね。私これがなかなかできないん で特に来た人が愛想の悪い大和運輸だったりするとますますできないですね。まあ、でも向こうの立場になってみれば、まあ、この安泰寺のために遠い狭い山道をトラックで来るんだから、まあ、すごく大変だとは思いますけども、あと電話ですね。安泰寺では電話も電話かけてくる人にはお気の毒なんだけれども大抵出るのが天道なんですね。でこの電話も大抵天道すっごい忙しいこのバタバタしてる時に来るんですね。で電話に出てみると変なおっさんが禅の心理についてお聞きしたいとか言ってですね、それなんか道元禅師みたいなこと言ってですね、それで非常に困ったことがありましたけれども、で、まあ、何が言いたいかというと安泰寺では、まあ、天道が、入門者やお客さんの事実上の玄関になったんですね。まあ、道元禅師が来たらすごい喜ぶんじゃないかと思いますが、まあいにくその安泰寺の天道ではあいにくその仮に新しい三千社来たとしても、のんきにその、まあ、文字とは 何ですかとか、資料とは何かとか、そういう問答している余裕はいなくて、まあ、すごく忙しい安泰寺の天道で、私が天道当番の時にも、何人もの新しい三千社が入ってきましたが、叱り屋の人に、地下の人に渡した後は、もう私の対応はもう無視ですね。もう目も合わせない。でも、今日の夕食から食べる人数が倍になるわけですから、問答してる余裕はもう私ないですね。でそういう忙しい時に限って新しい三千社が話しかけてくるんですね。これ誰だったか忘れましたけども、タイガーさんだったかな、忘れちゃったけど、ギター背負った新しい若い日本人の三千社が来てですね、天蔵に来て、すいませんっつって、はいっつって、安泰寺の住所を教えてもらえますか。安泰寺にいながら安泰寺の住所を聞くっていうね、その安泰寺でその打ち切れそうになった数少ない瞬間の一つですけども、まあ、天座が悪いとせっかくの天座との出会いも、まあ、こういうふうになっちゃいますね。ただその禅の語録に似たような問題がありましてですね、ちょっと関係があるので紹介したいと思いますが、猫を切ったので有名な南仙和尚っていう人がいますね。中国のお坊さん でその南仙和尚と新しく来たお坊さんのお話なんですが、ちょっと紹介しますと、ある時、南仙和尚は鎌で草刈りをやっていました。でそこで新しい三千社がやってきて、南仙というのはこれ土地の名前でもあるんですけども、その南仙というところは、どこにありますかと、その南仙和尚に尋ねました。で南仙和尚が答えるには、この鎌は700円で買ったんで、新しい三千社は、いや、鎌のことはどうでもいいんですよ。南仙にはどう言ったらいいんですかね。南仙和尚は、この鎌はね、よく切れるんだ。でこういう問題なんですね。でこの南仙和尚の鎌はまさか猫を切った鎌じゃないと思いますけども、まあ、この老天座のその見解隠さずの問答に非常に似たところがあると思います。というのは、この新しく三千市に来たお坊さんは目指す目的地があるんですね。行きたいところがあるんですね。つまりそのここからここへ行きたいところがある。でそれで、まあ、そこに行く道を知りたがっている。でもその伝道とは修行とは何ですかと聞いた道元禅師とちょっと似てくるんですね。で南仙和尚の答えは、まあ、手に持っている鎌をダイレクトに
示して、まあ、変化に隠さずで、まあ、この鎌草刈り仕事に全部現れてるんだよと。で、まあ、道元禅師と違ってこの新しく来たお坊さんは結局分からずじまいだったみたいですけども、まあ、南西和尚は、まあ、よく入れるんだといった時にもこの和尚にも切られちゃってるんですね。でというのもこう、まあ、私もこのお坊さんのことをちょっと馬鹿にできない非常に痛いエピソードがありましてですね、まあ、この去年の12月の冬支度の時ですね、サムをやってた時に、私はそのボイラー前の小説パイプの取り付けをやっていました。ところが一昨年雪の重さで、小説パイプは、壊れちゃって、で修理しなくちゃいけないですね。でブルーバーにパイプレイが余分なパイプがあるだろうと思って探したんですけども全然ないので、で道長さんにお願いして買ってもらうことになりました。ところが後になってその道長さんが来て言うには、修理に使うパイプならブルーバーにいくらでもあるじゃんと。で私はびっくりして、あったんですかと。で道長さんはブルーバーに入ったら君の視界に全部入っていると。私は、どこにありますかって聞いたら、で道長さんも変化を隠さずとは言わなかったですね。道長さん呆れたのか何も言われませんでしたけども、で実際そのブルーバーに行ってみるとですね、目の前にあるわけですよ。上の方ですけども、上の天井にあると。でファイブレーたくさんありました。何も隠されてないです。そこにある。でもう一つは、まあ、去年の畑のサムが終わった後は私片付けのチェックをするようにしてたんですけども、サムが一段落した後に畑に行くと、まあ、ほとんど毎回のように片付けていない道具が、あるんですね。大抵その地面に投げてある、まあ、シャベルとかですけども、で、まあ、一体その誰だろうと思って、その地面に投げてそのままにしてるやつは誰だろうと思ってシャベル洗って、まあ、片付ける。またよくよくその思い出してみると、シャベルを地面に投げてたってなるかな、私だったですね。でそれでまあ人によっては確かにそのもう忘れ物しただけだろうと、それ大したことじゃないよと、そういう見方もあるかもしれないけども、ここ安泰寺では、安泰寺のサムの現場ではその見えないとか忘れるということが、その変化隠さずというの世界をわざわざ隠しちゃうという、そういう、まあ、そんなに簡単じゃない意味を持ってくるんじゃないかと思っています。つまりまあ修行というのは目の前に、ある安泰寺でも繰り返して言われる当たり前の話ですけども、僕ら天蔵でも同じで変界隠さずなんだけども、まあ、言われるまで気づかないとなると、まあ、ところどころ自分で変界隠さずなのに隠しているということになっちゃうと思います。このままいつだったか思い出せない、まあ、多分夏ですね。私が天蔵当番だった時に江光さん、去年ですね、江光さんが来て、この漬物だるから匂いがするし虫も飛んでるからこれ何とかした方がいいよと。で変界隠さずで天井の入り口にデンとこう漬物だれが置いてある。さすがの私もその日のうちに中身をコンポストに放り込んで片付けましたけども、そのエコーさんにそのデンとその目の前に置かれる前に、私は毎日その漬物だれを毎日見てたはずですね。で見てても変化隠さずで目の前にある漬物だれを見てるんだけども、やっぱりなかなか分からないっていうのはこれどうしたわけだろうと思ってちょっと考えてみたんですけども、その変化隠さずとなかなかならないこの原因の一つは、私はこの、文字 1,2,3,4,5 の文字に関係してくると、思います。でさっきも言いましたように、物事を分ける働きが、言葉には、ありますね。で、まあ、主語と、実語に、分かれる。で、まあ、パイプ、まあ、主語でもパイプならパイプ、シャベルならシャベル。で、つきものだけがつきものだよ。というように、ところがその我々の現実というのはずっと変化していきますから、つきものだよというのはずっとあるわけじゃないですね。ところが、そのつきものだよが机の下に、置いてあるとなると、つきものだよが置いてあるというこの言葉が、全部その変化している世界を隠しちゃうという、そういう働きをしているんですね。だから結局その1,2,3,4,5の
この世界が変化を隠す働きを、しちゃうということだと、思います。ところが、逆にこの変化を隠さずの変化の方から見るならば、文字この 1,2,3,4,5 の文字が変化を表す働きもしてるんだよと、そういうことを、次の、パートで、道元さん、道元禅師は使用引用して、言われています。今道長さんが天道東京でレクチャーされている新人名も、そうですけども、昔の偉い禅、マスターと言われる人はたくさん、文字で詩を作っています。それが次に出てきます。So I want to summarize in English. After 2 months later, Dogen met all Tenzo in Shi. So Dogen entered monastery, where Dogen practiced Zazen or waiting Zen text. I want to introduce another episode there. One day, Dogen was reading text in library. One Chinese senior monk came to his room and asked, "For what purpose are you reading text?" Dogen replied, "For aspiration to my practice." Chinese monk asked again, "For what?" Dogen replied, "For teaching and instructing other people when coming back to Japan." Chinese monk asked again, "For what?" And in this way, questioning and answering was repeated again and again. At last, Dogen lost his words. But Dogen said later, "I got some profit from these conversations, and I stopped to read text for a while." So now, until here, we have Minko almost every day, and recommended to study words and phrase and write papers. But so, for what? We can think many reasons to study text, but at last we have to close the text and begin to work in Tenzo. If I bring this book, Tenzo Kyoku, in the kitchens and reading and thinking about text on the break time, I think it's not correct attitude of Tenzo. When we are so busy to work in kitchens, we are merely reading words and phrases of the Tenzo Kyoku. I think this is the meaning of knowing the significance of words and phrases. And what are the words and phrases? Tenzo answered, 1, 2, 3, 4, 5. So this means 1, 3, 4, 5, the infinite thing in this world. For example, people of Inuit, Eskimo, who is living in snow countries, have so many words representing snow. So they can recognize so many kinds of snow with these words. So words and phrases can divide reality into parts. This 1, 2, 3, 4, 5, dividing. And so we can recognize the reality through words and phrases. When coming to kitchens, there is also words and phrases of Tenzo. In the beginning, we can read only 3 or 4 words. Cooking breakfast, lunch, and dinner, making something for break, and preparing of food. But more and more experiencing of Tenzo, we can read hundreds of thousands of words of Tenzo. For example, for the first time, I think cooking miso soup is quite easy work. Cutting vegetable, boiling, and putting miso, only 3 words. But actually, I have to think about how to cut vegetables. The way to cut pumpkin is different from daikon. Pumpkin is easy to be melted. After boiling miso soup, flavor of miso disappear. So when can I put miso into hot water? So there is so many things to making miso soup. So we can read thousands of words and phrases of Tenzo. And next, so what is wholeheartedly engaging the way? The answer is, in the whole world, it is never hidden. Reading this part, I remember my episode, so before Rohat sessions,
I said to Mary King Snowpipe, but the sandpipe was broken, and I could not find extra pipe in Lubang. So I asked Dojo-san to buy new pipe. But later Dojo-san said to me, so there is many pipe in Lubang. So I was so surprised to hear that, and I asked him where. And Dojo-san didn't say, in the whole world, it is never hidden. He kept silent. I went to Lubang and find pipe near the roof. In this case, words and phrase hide the world. So my recognition there is no pipe in Lubang is my words and phrase, but it hides the reality. So this world, this 1, 2, 3, 4, 5 of the world is hiding the reality of the world. じゃあ次の、ところに行きたいと思います。はい、三蔵向きに、説教十愛層に示して、一時三五時万蔵極めきたるに功をなさず、夜更け月白をして、聡明に下る。義理を総督して竹あると義を見る。前年かの天図の言うところと、今日説教の示すところと、おのずから相符合する。いよいよ知るかの天図はこれ、真の、道になること。はい、ここまでにしたいと思います。English translation. Later, I saw Mars Shredo wrote for a monk that was 1 character, 3 character, 5 and 7 characters. Having thoroughly investigated the 10,000 things, none have any foundations. At midnight, the white moon sets into the dark ocean. When searching for the black dragon's power,you will find they are numerous. What that Tenzo had said in former years and what Shuedo had expressed naturally match each other. More and more I realized that this Tenzo was a true person of the way. はい、ここまでです。それでは、ここに、雪長さんっていう、有名なお坊さんの詩を書いてますけれども、ちょっと訳してみますと、私は後に説教禅師が詩を作って修行僧に示したのを見たことがあります。1時、7時、3、5時、万蔵極めきたるに功をなさず、すべての現象は極めてみれば、実体はなく拠り所に、ならない。夜更け月白をして聡明に下る。深夜に月が白く輝き、海に沈む。美獣を総督して、タピアリと竜を見る。竜の口に含んでいると言われる宝の玉を探せば、辺り一面、無数にである。前の年に天蔵が言ったところと、今、雪長禅師が、詩で言ったところと、自然にぴったりと合っている。で、ますますあの天蔵は、真の修行者であることが、分かりましたと、そういうところです。で、この詩ですね。1時、7時、3、5時、すべての現象は極めてみれば、実体はなく、よりどころにならない。台所で言うならば、あれは大根、これは包丁、ナイターと、どこまでも細かく言葉によって、天図を切り分けて、いうことができますけれども、そのただ言葉の、網の目があるだけで、大根っていうそういう永遠に変わらない実態が、あるわけでは、ないということだと思います。大根といったっても放っておけば腐っていくし、すりおろしたら大根おろしになるし、細かく刻んで味噌汁に入れれば、味噌汁の具になっちゃう。食べて消化すればもう誰も大根とは呼
呼ぶことができないんですね。まあ、大根という、まあ、固定した実体はまあどこにもない。1時、2時、3時、5時で切り分けられた、一つ一つにはもう実体はないんだと、そういうことを言っていると、思います。で、それで次に、深夜に月が白く輝き、海に沈む。まあ、深夜とか、白い月が海に沈むとか言ってますけども、まあ、これはこの文字、言語によって切り分けられたこの、網の目の区別が全部、なくなるということを言っています。で、ちょっと書きますと、こういうふうに全く、区別がなくなっちゃう。ここですね、この全部その網の目の言葉によって切り分けられた区別が全部、なくなってしまうと、そういうことを言って、あまりよく平等なんて言いますけども、まあ、一生懸命に天蔵が大根にコミットメントすればするほど、この固まったその言葉によって切り分けられた網の目が全部、溶け出して、まあ、言葉によって切り分けられる前の、まあ、何か、まあ、存在とかと言ってもいいし、内山老子風に山老子風に大いなる道とか言ってもいいと思いますけどね、まあ、存在ビリーとか一応仮にも存在というにしておきますけども、まあ、内山老子で言うならば大いなる道というかもしれませんが、それが、まあ大根だったり、まあ、包丁になったり、まあ、まな板になったり天道寺として働いている、まあ、私になったり、しています。で、まあ、竜の口に含んでいるという、宝の玉を探せば、まあ、辺り一面全部、無数にあると言われてますけども、それはもうこの存在は、全部自分を含めて周りの事物が、全部玉になっているのはここの世界ですね。で、まあ、変化格差ということの意味で、まあ、それが、まあ、弁修行という、ことだと思います。私のまあ好きな哲学者に井筒俊彦さんという人がいるんですけども、まあ、最近新しい伝承が出てますけども、この井筒さんがこの男に関係して非常にうまいこと言ってまして、井筒さんが言うには、みんなその大根がある、大根があるとか、まな板があるとか、包丁があるとか、まあ、花が、大根が存在している、包丁が存在している、花が存在している言ってるけども、実際は違うんだと。本当は存在が大根やって、存在が包丁やって、存在が話してるんだと。それに非常にうまいことを言ってるんですね。で、今も私が一人でなんか陽気になって話してますけども、今この場でもその存在はこの机やったりストーブやったり、まあ、私やったり三上さんやったりメニューさんが言ったり、まあ、いろいろしているんですね。まあ、存在という次元では、まあ、確かにつながっている。まあ、またそうでなかったら、まあ、何にもそのつながりがなくて、お互いが完全に切れてるんだったら、今日8時半から小学が広場で銀行やりますと言ったって誰も来ないですね、これは。で、みんなは何か来ざるを得ないというのは、みんな存在というレベルではそのつながりがあるからだというふうに、言えると。実際にその天蔵で動くときには、まあ、深夜に月がとか言ってみてもしょうがないので、我々としてはどうしてもこのこの 1,2,3,4,5 のところから手をつけるより他は仕方がない。で、そのことが次に出てくる道元禅師の説明に、あります。 So, English here we haveNice poem of Shuedo. And so Shuedo was a famous Zen master. He cooked rice in Tenzo every monastery he stayed. In Antaigi, so some newcomer carry his guitar on his back, but this Shuedo
carried big rice scoops on his back. So he is a real Tin Master. So let's try to understand this shred of this symbol of this poem. So Dogen says meaning of this poem is the same as the answer all the Tins told him. So one character, three character, five and seven characters, having thoroughly investigated the 10,000 things. This part represents this divided world with our language. So as long as we stay here, this world hides reality. In this next part, at midnight, the white moon sets into the dark oceans. This part represents this world. So before being divided with any language, if we can see the world from this dimensions, so we realize each thing in this area, including me, have no any foundations. And so next part, when searching for the black dragon's power, you will find they are numerous. And so we can see that this dimensions from this and that from this dimension and that this world. So this dimension become everything in this area. This dimension become everything in this area. So according to Uchiyama Roshi, he said, so my own life is everything in everywhere we experience from moment to moment. So as all the things answered, in the whole world, never hidden. However, when we walk in Tenzo, chanting poem like at midnight white moon sets into dark oceans, it's objectively meaningless. So we have to begin with daikon and life in our teachings. We have to begin in this way. So Dogen continued to explain the poem from his original view. からば、すなわち、従来見るところの文字は、これ、1,2,3,4,5 なり。今日見るところの文字も、また、6,7,8,9,10 なり。高麗の品で、斜塔より納刀を完了し、納刀より斜塔を完了し、格のごとく工夫をなさば、すなわち、文字を一味前を、両徳しさらもし格のごとくならずんば、諸法五味禅の毒を被って、掃除機を排便するに、未だ行使を受けること、あたわざるなる。English translation. Accordingly, what I previously saw of words and phrase is 1, 2, 3, 4, 5. Today,What I see of words and phrase is also 6, 7, 8, 9, 10. My junior fellow practitioners completely see this in that, completely see that in this. Making such an effort, you can totally grasp one flavor then through words and phrase. If you do not do this, you will be influenced by the poison of the variety of five flavor then, and you arePreparation of monk's food will not be appropriate. はい。訳してみますと、そうであるならば、今まで見たところの文字は1,2,3,4,5 であった。今日見るところの文字は6,7,8,9,10 である。新しく来た参禅者は、新しく参禅する修行者は、こちらからあちらを見て、あちらからこちらを見る。このように修行に頑張るな。
直ちに文字の上での一味善を味わうことができるであろう。もしこのようにできなければ、いろんなところでやっているゴミ善の毒にあたって天道として食事を作っても良い天道になることはできないんだと。これが道元禅師の解釈ですね。まあ、今まで見たところの文字は1,2,3,4,5、今日見るところの文字は6,7,8,9,10と、でこちらからあちらを見て、あちらからこちらを見ると、まあ、何のこっちゃと思いますけども、まあ、さっき言ったことと合わせて考えれば、まあ、難しくはないと思います。で、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,6,7,8,9,10と、こういうふうにも1,2,3,4,5,6,7,8,9,10連続してるけども違う数字が道元禅師が並べました。でこれはさっき言いましたように、この数字は言葉は現実を切り分ける働きのことを言っています。で、この1,2,3,4,5、こっちの方は、展開を隠しちゃう方の言葉の働きです。でこの6,7,8,9,10というのは同じく現実を切り分けてるんだけども、変化を隠して表して、逆に表して変化を表している方の、言葉、存在が、まあ、大根やったり包丁やったり、私やってる世界ですね。内山の知り合いに言うと、大根も人参も何であれ出会うところが命になっている、そういう世界、まあ、説法禅師の知り合いならば、あたり天蔵のあたり一面竜の玉が転がっている世界、同じ言葉の切り言葉の切り分ける働きでは同じなんですけども、全然違うねっていうのを連続しているけれども違う数字を並べるというやり方で表していると思います。過去の記憶の中では 1,2,3,4,5 になっているけども、今ここで働いている現場では 6,7,8,9,10 で変化を隠さず表している。でこちらからあちらを見て、あちらからこちらを見て一味善を味わうというのは、こういうふうに2つあって、こういうふうに往復しているように見えますけれども、まあ、実はこれは1つなんです。2つでるように見えるけども、そうじゃなくて、これは、まあ、1つの世界なんです。これそれを文字によってできた自分だけの思い込みの世界が、この平面的な思い込みの世界が壊されて、この2つが1つになった文字の世界を知ることができる。これが道元禅師の言う一味禅ということの意味だと思います。天蔵の話だから1つの味と出している、味というふうに言ってますけども、でこのところは前にも言いましたように、まあ、物と、これが本当に物と親しいという、そういう世界だと思いますね。だから2つの対立したものを集中力で無理やり1つにするというような、そんな単純な話じゃないんですね。で道元禅師はやはりその月とか海とか、そういうこちらの世界のことを何も言わない、言ってないですね。ここだけ言ってるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 の世界、つまりその具体的な事物の世界のについてしか言ってない。ここはもう非常に大事だと思います。どんなにその美しい詩で悟りの世界を表現しようが、賢者でその動くものの現実としては、目の前に野菜や包丁しかないわけですね。座禅修行だったら、まあ、座る、座禅する修行だったら、なんかこう、夢でも見て、俺は悟ったとか言ってですね、本人も俺は悟ったとそのまま信じ込んでしまうケースもあるでしょうけども、天蔵ではそのどんなに悟ったつもりでいたって、自分のその作った大根の煮物が生煮えで硬かったら、あんた家では0点ですね。で実際にあんた家でも、自分はそのあんた家に来る前に8回悟ったという、そういう参禅者がいましたけれども、天蔵トレーニングに入って3日目で、まあ、その人は帰っちゃいましたね。だからその理論上はその
ことまでは、理論上は、まあ、あちらからこちらへ、こちらからあちらへと、まあ、いくらでも差別から平等から差別、差別から平等というふうに何とでもその言葉では概念で説明できますけれども、その道元禅師が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、それでとどめているというのは、その平等とか差別とか存在とか、あるいはその大いなる命とか、そういう、まあ、どう料理しても食べられそうにないものを天井に持ち込まなくたって、そのここで切った大根をあちらの鍋に入れる。で、あちらの鍋に煮たかぼちゃをこっちへ持ってくる。こうやってあちらからこちらへ、こちらからあちらへと、天井の中で油断なく、無駄なくやるということ、まあ、人任せにしないで積極的に、まあ、コミットメントするというように、そういうふうに、受け取るべきだと、感じます。まあ、実際にその天井で、動く窓としては、例えばその、まあ、漬物樽が置いたとするならば、次にはまあ漬物樽を開ける。中身を調べる。匂いはどうか、味はどうですかと。で、一つ一つ注意集中して行うことで、ここのその1、2、3、4、5の固まったその思い込みの世界が全部ご破算にできると思うんですね。一回そのここで、パイプがない、パイプがないと思ってたって、あるいはそのここで大根は煮えたというふうに思ってたって、実際はそのパイプとか生煮は硬い大根とか腐った大根とか、そういうのが全部ここに可能性として全部あるんですね。だから、生であろうが、腐っていようが、ここから、自分の手で実物に当たって、一つ一つここで、この世界で、6、7、8、9、10の世界で表していかなくちゃいけない。で、道元禅師の言う、まあ、あちらからこちらへ、こちらからあちらへという、それがまあそういう意味だと、したいですね。で、それで、まあ、最後ですけども、五味禅というふうに言われてますけども、でまあ、注釈があっていろいろなんかありますけども、まあ、中身はあまりこれは重要じゃないですけれど、まあ、1というふうに言ったんで、ただここで5と出しただけであって、まあ、要するに五味禅というのは言葉の1、2、3、4、5の世界で固まっちゃって動きが取れなくなっているという、そういうことを言ってると、思います。So, English, one, two, three, four, five, and six, seven, 8, 9, 10, consecutive but different numbers. 1, 2, 3, 4, 5 is a word and phrase in these dimensions. This word and phrase hide reality of the whole world. However, 6, 7, 8, 9, 10 is the word and phrase of these dimensions. This word and phrase reveal reality, now and here. Today, both of words and phrase have the same functions to divide the world. This language divides the world, and also this word, 6, 7, 8, 9, 10, divides the world, the same functions. But different. So one is hiding and one is revealing. Consecutive and different. And Dogen said, see this in that, and see that in this. So there seems to be two different worlds. But these two are the same, both sides of the same coin. There is only one word as reality. So Dogen represented this saying one flavor of Zen. This is a text about teachings, so Dogen used the word flavor. And so if we cannot realize this, we are poisoned by five flavor Zen. So five flavor means some categories of Zen traditions, but it's not important here. Dogen just used a number of five because he mentioned about oneness of these dimensions. So as long as we stay in this flat area, one, two, three, world of 1, 2, 3, 4, 5,
The whole world is hidden by word and phrase, by our thinking mind. And I cannot, yes, so as long as I stay here, I cannot find extra pipe, I cannot be aware of rotten daikons, we cannot be attentive to the work of Tenzo. And finally, we lose good motivation in thinking Tenzo. However, if we can realize this in that, and that in this, so nothing is hidden in the whole world, as all the Tenzo said. Doge mentioned only about 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so word and phrases. He told nothing about this dimensions. I think so he wants to instruct us to work with things in front of us, in the kitchens, without any philosophical theory. So we can understand this Dogen phrase, completely see this in that, completely see that in this, in simple, more practical way. For example, so boil this daikon in that pot attentively and diligently, put that boiled daikon in this dish attentively and diligently. In this way, we can engage in the tent work wholeheartedly and realize the whole world in our head. And so we can prepare food appropriately. はい、ちょっとまとまりのない話になりましたけれども、私の輪行は、以上です。何かご質問、ご意見がありましたら、お願いします。Any question and opinions, please.存在が大根しているというのは、はい、あれ、本質と実在かなんかに出てくる、どこに出てくる、その言葉は。そうです、それは私の好きなの、井筒で。うん、で、なんて言うか。それはですね、対談集ですね。あ、対談集か。対談集ですね、名前ちょっと忘れましたけど、ちょっと面白かったんで印象に残ってきます。地上無縁誓願土煩悩無盡誓願願佛門無量誓願願 Thank you.